はい、今日はですね、2023年6月の14日、時刻はですね、8時58分。昨日はね、雨が降ってたんだっけ、ちょっとはっきりしない。編集してましたからね。ほんで今日はですね、あれ、晴れ、いや晴れじゃないと思ったけど、11時ぐらいからですね、傘マークの開いてない、ただの傘を用意してくださいねっていうぐらいの晴れとですね、晴れ間がちょこっとあるぐらいでしたがよ、まあ梅雨の合間っていうんですかね、あれですけど、あれですよ、おかげさまでですね、雨音ドライブって私はしてますけれども、雨の降る日に喋らないですよ。あれ、厳密に言うと渋滞とかですね、信号待ちのちょっと長い信号待ちになるなちょっとこういうとか、まあ短い1分ぐらいの信号でもちょこっと喋、るぐらいのですね、感じでしたんですけどもね、あれですよ、コメントいただきました。いろいろですね、いいですねってやつで、一つはですね、私がまあその動画の中でというか最近はよく言うんだけど、聴力がですね少し戻ってきたんですよ。それで、あ、そうだ、あれをしようか、謎の PP4 事件のあれ、ちょっと待ってね、いいですか、ほら聞こえます？昔はね、これも全然聞こえなかったんですよ。これね、何かっていうとですね、助手席の、に誰か乗ってて、でそれが、その人が、助手席の人がシートベルトをしなかったら、今の警報音が鳴るんです。だけど今誰も助手席にはいませんからね、私が指で押さえてるんですけど、ほんでね、前ユーザーさんからもあれしたんだけど、この謎の PP4 事件がまだその謎は解明されてないっていうのを前いただいて、そうずっと毛忘れてましたがよ。でこれはですね、私がほらこの 音どころか、いや、この音だったわけだ。もう一回押しますよ。あれ動かないとあれですかね。いや、今の停車中に押したもんだから、ちょっと待ってこれね、まっすぐしてから行きますからね。いや、押しますからね。押してみますよ。ほら、それでですね、これの犯人はですね、前もう何ヶ月も前にこの横の方に知人に乗ってもらって、でその人が実際の体重をかけたり、それから走行中に腰を上げたりしてあれしたんだけども、このですね、あれは私の、まずちょっと待ってね、ここ左行きます、すいませんね、話が飛び飛びになってね、しょうがないもんで、ないもんですね、ないもんですね、ないですからね。その知人もね、全然わからなかったんですよ。そのあれはわかると、そのこのアラーム音だ、そのなんけ、シートベルトをしてません、シートベルトしてくださいのアラームっていうのはわかったんだけども、それがどういう形で隣には誰も乗ってないのに鳴り出すの。でそれも、これずっとちょっと押しますからね、2分間ドキコしたらですね、ピッ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 って変わるので、いいですか、黙っておきます。
結構大きい音ですよ。あ、今ほらピッピッピッピって鳴り出したでしょ。これ1分か、1分したらあれなのかな。要するにこれですよ、これこれ。それでその知人なんかもですね、要するにこの長いこと車に乗ってるけど、隣のこの、助手席に乗った人がもう必ずあれをしたんでしょうね、シートベルトをしたんでしょうね。だからこのピーピーピーってこのゆっくりのアラーム音を聞いたことがないらしい、なかったらしいんですよ。ほんでまあ、写真も違いますからね。ほんでそれとその私がその聞こえない、耳が聞こえない頃のあれは、そのピーピーピーって音がずっと続くわけじゃなくて、ある時に運転中にですよ、突然始まって、で突然終わるというあれがあったんですよね。ほんでまあ一つはほら、さっき言ったみたいに音自体はシートベルトをしてない、しなさいっていう警告音だっていうのは分かったけど、なんでそのスイッチがこうオンオフするの、要するにそのなんかショートしたみたいに。ちょっと待ってね、なんか水が漏れてそれで、電源がショートするとかあったりしますよ。それだろうかって思ったんだけど、それともう一つですね、すぐ私がその時にインターネットで調べたんですよ。その何キロぐらいの人だったらその、感知しないんだろう。そしたら 10キロぐらいからですね、20キロぐらいって書いてあったんですよ。まあほら園児、幼稚園生とかですよ、そういう子が横に乗った時も反応すると。でも私のあれには全然そういうあれがないんですよ。その10キロも20キロもの横に乗すようなね。そしたらですね、これですよ、さっき言ったでしょ、指で停車中はならないのか、これですよ。私はだから停車中にね、こう指で押してた、ね、押したっていうか、そのあれで棒を持ってきてですね、ガーッと押したりたりしたんだけど、ならなかったのはそれですね。この走行中だとほら、ほんでどんな押し方をしてるかっていうですね、人差し指と中指です、これでピッて押してる。そしたらですね、犯人が分かりましたよ。犯人っていうかですね、キャノンのね、キャノンカメラを買ったって言ったでしょう。あれがね、キャノンの R7、 それとですね、何キロかのね、合計で6キロぐらいなのかな、なんやかんや入れて。それをですね、バッグって100円の、キレのバッグなんですけど、そこに入れてですね、助手席のヘッドレストっていうんですかね、こう頭のところにあれがあるでしょう、頭を当てるところ。であそこのところにですね、引っ掛けて、ちょうどその車が急ブレーキをかけてもその前に飛び出ないようにしてたんです。そしてその時にそのたるみが少しあるわけですよ。要するにその助手席のシートから浮いてるんじゃなくてですね、助手席にこう乗っかった状態。ほんで、引っ張ると、そうですね、助手席の半分ぐらいになった時にこう、バッグの底が抜けるって。だから普通の状態はちょうどこの助手席のシートのちょうど真ん中あたりに収まってたんですよね。そしたら何かの時でしょうね、そのそこに荷重がポンとかかった時にそのスイッチがオンになってですよ。ほんでピーピー
ピーって音がして、でそれが何かの拍子でそこの重心位置が外れた時にピーピーってこれが止んで、ほんで長くそこにいた時、いた時がそのピーピーピーから、さっき聞いていた人にピッ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 ってあれみたいになって、でまた何かの拍子にまあこういう風にしたとか、カーブをしたとか、もしくはほんのあのタイミングでっていうかですよ、そういうあれでしたみたい。ちょっと待ってくださいね、今ね9時、いやここあたり運転を切り上げ、いやあれを切り上げたいんだけど、あそこはやってるのけ、そこのチェスト館、あちょっと前行ってみましょうね、中には車があるみたいですからね。謎の PP4 事件分かっていただけましたかね。運転、あ左行きますよ、運転中だとこうなかなかね、自分でこう図式を書いてそれ通りに説明すれば分かっていただきやすいんでしょうけどもね。謎のピーピーオンチ、謎のピーピーオンですよ。ここはドラ、こうしてチェストガンですよ。ここはね野菜とかそういうのされてるみたいですから、どうしようかな、ここをぐるーっと回ってね、宣伝だからちょっと宣伝地、宣伝地、それは宣伝、はい、こう、ああちょっとね真正面というわけにはいかなかったけども、あこういう形ですね、この動画はここでお開きになります。ありがとうございました。